スーパードラゴンボールだ。なんて大きさなんだ。仲間のアビリティ、どうも。仲間は敵のアビリティ、仲間のアビリティ、恐怖を与えてやる。テンションが上がって強力な攻撃ができるようになった。この場所で敵の連続攻撃を注意し、アタッカーを決めるなんて赤いようなシーンも分かる。Yeah!
ちょっとやりすぎた。